僕はグリーンザウルス。この畑の中に宮崎の美味しいものが。あ、いたいた、長友さん。今回の野菜は何？キュウリだよ。宮崎のキュウリの生産量は全国1位。キュウリの収穫は通常夏に行われるんだけど、ハウス栽培によって冬でも収穫ができるようになったんだよ。ハウスのキュウリ栽培は温度や湿度の管理がとっても難しいんだよ。技術の進歩と農家さんの努力で一年中食べられるようになったんだね。突然ですがここでクイズ。キュウリを丈夫にするためにある野菜の根っこを利用しています。それは一体何でしょう？1番人参、2番かぼちゃ、3番ピーマン。もちろんピーマン。ブー、正解は2番のかぼちゃ。かぼちゃの根っこを利用してるんだよ。かぼちゃの根はとっても丈夫で病気に強いんだよ。よーく見ておいてね。2つの苗がぴったんこ。こうしてキュウリとかぼちゃの苗をクリップで留めて大事に育てると1ヶ月でハウスに植えられるくらい大きくなるんだよ。へえ、そうなんだ。それではキュウリの収穫に挑戦だ。頑張るぞ。キュウリは新鮮さの目印でもある。トゲを触らないように丁寧に収穫するんだよ。トゲが取れるとそこから水分が抜けてみずみずしさが逃げてしまうんだよ。ところでザウルス君、ワンタッチキュウリって知ってるかな？なんだろう。ワンタッチキュウリというのはハウス内で厳選したキュウリを収穫しながら箱に詰めて出荷するから、産地でキュウリに触れるのは収穫時の1回のみなんだよ。これをワンタッチキュウリって言うんだよ。だから新鮮なキュウリが食べられるんだね。宮崎の太陽を浴びて育った美味しいキュウリ、みんな食べてね。 JA 宮崎経済連の広報誌 M モーションはご覧の場所で配布中。